今日はチンゲン菜を買ってみました。これ30円、なんかちっちゃいな。ハッピーチンゲン菜さんが作ってるやつはもうちょっと大きいような感じがするけど、まあちっちゃいけん安いんかな。1個30円、なんか緊急値下げでね、なんか安かったんか。チンゲン菜っていうのはね、日頃食べんよね。チンゲン菜を食べるときはあれやね、ラーメンやね、中華料理屋行って醤油ラーメンの時にね、チンゲン菜が入ってる、あれ美味しいよな。さあこれを、どうして食べていいかわからんから蒸して食べてみようかなと。まあいつも通りね、ご飯と一緒に蒸そうかなと、めんどくさいから。このブロッコリーがあったから、ブロッコリーとこのチンゲン菜と、余った残りのご飯を蒸してね。そして今日はおかずは焼肉です。はい、用意します。はい、今、これね、温泉水です。温泉45度あるかな。これこれね、温泉で洗うと、レタスの葉っぱがね、パリパリになるよね。生き生きしてくるよね、温泉で、とかお湯で洗うと。だからね、これもちょっと洗ってみたら、なんかパリパリしてきたね。こういう葉物はお湯で洗ったら結構ね、シャキッとするよね。面白いよね。しなびそうやけど、シャキッとするよね。なんかチンゲン菜がこれサラダで食べていいんやろうかな。いいんやろうね。チンゲン菜の食べ方ほんとようわからんわ。まあいいや、今日はとりあえずね、蒸してみます。一度お湯で洗ってみてください。なかなかシャキッとしますよ。今日も残り物の冷や飯と冷凍のおにぎりね、ちょっとご飯が足りなかったから、これにチンゲン菜を入れてみましょう。こういう風にね、どうすればいいかな。結構ちっちゃいでも多いな。結構いっぱいあるな、これ。余っても仕方がないから全部入れようか。うん。ブロッコリーの入るとこのやつ。ブロッコリーをとりあえず。なんかめちゃくちゃやな、これ。まあ、はい。こんな感じで蒸します。はい。で、これで OK。 あとはこっちで焼肉焼こうかな。今日上等なカルビが 40% 引き、いかにも上等やね。バラが 20% 引きね。あとに野菜、はい、食べますよ。焼いて、よいしょ。まず隅っこで長ネギを焼くと、人参も適当に置いておくと、だんだんなんか容量が分かってきたね、これね、焼き方の。いい焼きすぎか。うん、うまい。おお、こんな感じでね、蒸すとこんな感じになる。焼肉を横目にしながら、どうやろうか、チンゲン菜。はい、チンゲン菜、こんな感じ。これ何で食べようかな。さっきのポン酢やね。ポン酢。さっきこのポン酢をかけたから、ポン酢で食べてみます。
チンゲンサイ、ほんとこれだね。チンゲンサイ、この茎のところが、もっとなんか、硬くて、なんかあれ、なんかな、水っぽいんかと思ったら、これ柔らかくなっちゃうね、ものすごく。うん、茎のとこも美味しいわね。うん、うん、うまい。ブロッコリー、ね、ブロッコリーも。うん、まあチンゲンサイこうして食べれば野菜が一つね余分に取れる、簡単に簡単に見せるねこれね。うん、今日はチンゲンサイと焼肉ね晩飯が、はい、これ蒸しても美味しいです。チンゲンサイ大丈夫でした、蒸しても。うん、美味しい。うん、焼肉も、うん、おいしそう。はい、蒸しても食べれるね、チンゲンサイ、ハッピーチンゲンサイね、なんで俺が言わんたんかな。はい、食べよう。うん、おいしいわ。うん、柔らかいな、チンゲンサイは。うん。